科学において座標とは点の位置を指定するために与えられる数の組あるいはその各数のことでありその組から点の位置を定める方法を与えるものが座標形である例えば世界地図にある緯度と経度のようなもの座標形と座標が与えられれば点はただ一つに定まる座標は点により定まる関数の組であって一つの空間に 複数の座標形が重複して定義されていることがある。例えば、多様体は各点の近くで、ユークリッド空間と同様の座標形が貼り付けられているが、ほとんどの場合、一つの座標形の座標だけを考えていたのでは、すべての点を特定することができない。このような場合は、たくさんの座標形を貼り付けて、重なる部分での読み替えの方法を記した。 地図帳を用意することもある。地球上の位置を表す地理座標や天体に対して天球上の位置を表す天球座標がある。三次元の直行座標系座標の表現方法は一位ではなく原点、座標軸の取り方により何通りでも表現が可能である。原点や座標軸などを定めれば二位の座標はただ一つの点を指し示す。 しかし逆に座標形によっては、任意の点にただ一つの座標を与えることはできない。例えば極座標形では、原点がいくつもの座標表現ができる。このように定めれば座標が作れるシステムのことを座標形と呼ぶ。座標形の種類としては、以下の例などがある。3DCG では、扱っている空間全体の座標形を、 ワールド座標形あるいはグローバル座標形と呼び、その中にある個別の物体それぞれにローカル座標形あるいはボディ座標形を設定することによって全体空間の中でのそれぞれのオブジェクトの変化を扱いやすくするのが一般的である。例えば人間が走るシーンでは腕や足の動きは体の重心を原点とするローカル座標形の中での座標値の変化として 体の移動は、ワールド座標形の中での体の重心の位置の変化として表せる。異なる座標形の間には座標を変換するための関数が定義できる。このことを座標変換と呼ぶ。逆に座標変換を与えることによって異なる座標形を定義することもできる。座標変換には平行移動、回転などがある。 座標という概念をはじめに考え出したのは、哲学者であり、数学者でもあるフランスのルネ・デカルトと言われている。ただし、彼の著書、幾何学では問題に応じて、基準となる直線を適宜設定しており、現在のような固定した座標軸を設定する表現は用いられていない。なお、彼は病気療養中に寝転がりながら、天井の板を見ていて、 これを思いついたという逸話もあるがそれが本当か、どうかは定かではない。座標の由来である、CO、c o o d ィネット」の用語をはじめに用いたのは、ドイツの哲学者、数学者のゴットフリート・ライプニッツであり、現在の直行座標系の表記も、ライプニッツのものに由来する。日本語で座標の語をはじめに用いたのは、藤沢力太郎であるが、当時の表記は座標であり、後に、 林鶴一らによって、現在の座標に改められた。地理座標は地球上の位置を表す座標を言う。二次元では緯度と経度で表し、三次元ではこれに標高を加えるのが一般的である。詳しくは測地形を参照。なお、都市や府県程度内の位置は地球表面を近似的に平面であるとみなすことができるので、あらかじめ設定した。 座標原点から南北に何メートル、東西に何メートルの点として表すのが実用的である。国土チェリーが定めた平面直角座標系は、この考えに基づき、地球大円体表面をガウスクリューゲル図法により、平面上に等角写像して、日本内に十九カ所の座標原点を置き、各々の,の,の座標原点からの X 座標、Y 座標の値を与えるものである。 天体上の星などの位置を地球から見上げる天球に配置されているものとして表す座標を言う。各種の座標形があるが、詳しくは、天球座標形を参照。なお、あくまで天球上での位置を表すものであり、地球から星への距離を表すものではない。色は、複数の数値要素の組み合わせで指定することができる。例えば、マンセル標色系では、 色相、明度、彩度による。RGB においては赤成分、緑成分、性成分による。詳しくは、色空間を参照。ありがとうございます。